皆さんこんばんは。お久しぶりです。石田純一です。8月5日夜21時だから、9時になりましたということで皆様お久しぶりです。しばらく本当に皆さんにお会いできないというのはちょっとこう新しい、プロジェクトを今本当にやっておりまして、とてもちょっと忙しくて本当に失礼いたしました。久しぶりのライブ配信でございます。皆さん元気ですか？外はね、暑いですでもそれを言っちゃうとあれですけども、まあでもオリンピックのねやっぱりいろいろな熱戦というかすごいですね。感動あり山あり谷あり、メダルを取った方々のその言葉も本当に素敵だし、高揚感も伝わってきますし、まあ惜しくもね、敗れたというかメダルに届かなかった、あるいは力を発揮できなかった方もいらっしゃると思うんですけど、でも皆さんのこう熱い戦いはね、本当に我々の胸に届いているという感じでございます。さあ今日は、あまりこうそうなんですよ、本当に申し訳ない、ここのところいろいろありまして、まあライブ配信がちょっと滞っていた部分で、人が集まるかどうか、まあちょっと心配な部分もありますけれども、あら西川さんありがとうございます。ブルーベーターさんこんばんは、お久しぶりですということで、あ、石田純一さんに質問できます、楽しみに待ってましたと。ぜひいろいろなお悩み相談、まあお悩みっていうとあれですけど、何でも相談所というところで、まあやらせていただいております。どんな話でも、まあ我々の話が、決してこれはね本当にまあ正しいとか合ってるとかそういうことではございません。一つのいつも僕らも、まあもちろん YouTube もテレビに出てる時もラジオでも、今日はラジオで、生放送やってましたけれども、やっぱり視点の提供、物の見方とか情報の提供ができたらいいなと、そんな風に思っておりまして、あ、ライオンズビンキさんこんばんは、2度目の参加です、ありがとうございます。いやー素晴らしいですね。2度目ということはやっぱりね、やっぱり出会いとか男と女もそうじゃないですか。一度だけだったらそれももう何万人もいるわけだけど、2度目っていうのはなかなかないですからね、本当にありがたい話だと思います。1度目は偶然まあ会うこともあります。だけどまあそこから急にわーって発展するっていうのはほとんどないわけでありまして、やっぱり縁というのは2度目以降、2度目3度目があったとしていい縁だったらこういろいろこう進んでくるのかな、まあ、もちろん恋愛だけじゃなくてね、仕事だったり、まあ、友情関係だったりするんですけど、本当にゆっくりしていってください。ありがとうございます。お、インペリアル社内動画確認用チャンネルさんこんばんは、石田さん待ってましたと、ありがとうございます。マミラブさんもこんばんは。ブルーベタさん、おかげさまで全身に広がった湿疹が治って全開しました、ありがとうございます。約2ヶ月前痒みに苦しみました、あ、2ヶ月間痒みに苦しみましたね、長かった、本当にお疲れ様です。まあ僕らのねちょっとしたアドバイスも聞いたかもしれない、だけどやっぱり基本的にはまあまあ、病気もね、まあ、僕聞いたことあるんですけど7割8割やっぱりストレスから来るっていう部分も多い。そして今ね、話題のあのワクチンのあのモデルナ、いわゆるまあベンチャー企業ですけれども、モデルナの CEO も言ってました、あと5年ぐらいでがんが治るそうです。実はだけど、まあその前にがんに、まあだから治るいわゆるそのワクチンみたいなのもできるんですけれども、まあ、がんの種類もいくつかあるので、まあ、一概には全部そうだとは言わないけど、ほとんどストレスから来る、要するに例えば一番ね辛い、やっぱり、まあ、配偶者のとの別れとか死とか、あるいは離婚とか、いろんな破産とか、ね、お金とさよならっていうかね、そういう、まあ、いろんな苦しみありますよ。そういうのをやっぱりあまり受けすぎるとというか、やっぱり普通感じますから、もちろん感じるのはいいんですけど、こうそれ以上に感じないようにするという、そういうテクニック、まあ、なんていうかな、ナンクルナイサーってね、おとといも沖縄の言葉でナンクルナイサー、まあどうにかなるさっていうのは、まあ、宮里清さんにね、愛ちゃんのお兄さん、一番上のお兄さん、優作のお兄さんですけども、宮里家のやっぱりこうナンクルナイサーっていうのがやっぱりあの笑顔を呼んでるのかなという感じなんですけども、何か参考にねしてると本当に、していただけるといいんですけども、あれ、オリンピックではどの競技に注目されましたかっていうのが、ウッキーウキウキさん、あ、いやいやいや、あのね、まあもちろんその今日もやってる女子のゴルフも楽しみですけど、
しかしネリー・コルダ強いですね。まあもう今日の始まった時点まだバーディーを1個も取ってない。今ね多分9バーディーぐらい取ってましたけどね、まだ1個も取ってない5ホール目ぐらいに、まあ、僕もリタローと見てて、これネリー・コルダ優勝だね、まあ本当に 50% はその確率あるなんて言って、パパなんでわかんのなんて言われたんですけど、やっぱり強いですよ。飛距離もあるし、もう本当にアイアンも、やっぱ霞ヶ関カントリークラブっていうのはアイアンがうまいとね、まあいいんですけれども、やっぱり強いですけど、ただ野球も感動しました。で今実は後でお知らせしますけども、皆さん途中経過、アメリカ対韓国、つまり日本の決勝の相手が、まあいわゆる何ていうんですか、昔でいう敗者復活戦をやってて、これ勝った方アメリカか韓国、勝った方が日本と決勝をやると。で実を言うと日本は意外とやっぱりアメリカの方がやりやすいんじゃないかな、なんかね当たって砕けろみたいな、挑戦者みたいな。逆に韓国になるとね、すごい受けちゃうんですよね、あの闘志と、もう何とも言えないこう迫力に、逆に日本がタジタジとなることも多いので、まあでもどっちが来て もう大歓迎でね、いい勝負するし、多分力勝負やってもまあ勝てるんじゃないかななんて思いますけども、日本。さあ、でもいっぱい注目しますよ。いろいろ見てます、レスリングだって。あと、スケボー大国ね。すごいですよね。まあ、特に女の子の。いやー、あ、それで、何ですか、ごめんなさい。前に女性プロレスラーの人が亡くなった事件で、犯人が7万円で解決したけど、石田純一さんはどう思いますかって、いやいや。ごめんなさい、この7万円っていうのがね、まあその普通は高いっていうか大変だと思うかもしれない。でもこれフジテレビの番組だと思うんですけども、やっぱり人の値段をね、お金では買えない、プライスレスですから。いや、しかも7万円っていうとちょっとね、っていう感じは僕はします。細かいことは分かりません。だからまあでもやっぱり最近ね、謝るようでいて全然謝ってない、つまり世間に誤解を与えたとしたならば、非常に申し訳ないとか、申し訳ないって言わないんですよ、誤解を与えたならば真摯にそれを受け止めなければいけないと思いますと、お前何全然反省してねえじゃないか、謝ってないじゃないかみたいなね、ことがあるんですけども、いやいや、視聴者の皆さん本当に、ご参加、ね、今パッとなんていうんですか、このチャンネルに合わせてくれて、参加してくれた方、どうぞゆっくりしていってください。本当にチャンネル登録の方もできたらよろしくお願いいたします。さあ、ライオンズビーキさん、これ河村市長の件についてお願いします。難しいこと皆さんおっしゃるけれども、実はですね、あれはまあ今ですよ、メダルを自分でかけてるじゃないですか。あれって結構寂しいですよね、僕らから見ると。なんかそれはIOC とかいろんな競技のそこの偉い人がね、こうやってかけてくれて、金メダルね、銀メダル、銅メダル、それを自分でかけてる、それは感染防止だったりするわけですよ。それを人のあれをかじっちゃったらダメでしょ、本当に。愛情表現はね、個人的にはね、河村さんにとって愛情表現かもしれないけど、相手にしてはびっくりしますよ。それと二つ目、これだけにしますけど、あれがね、長嶋茂雄さんが例えば金メダルしたら、それ取ってかじりますか？そういうことしないでしょ。だからある意味その人をこうなんていうかな、こう見てるんですよ。それはいくら河村さんでも長嶋茂雄さんとかね、もうまあ野球界の神みたいな方ですけども、そういう方のはおそらくやらないと思うんで、やっぱりダメですよね。それはもうだからなんか人を見てやってるんじゃないかみたいなことになってしまいます。あれ、ブルーベタさん、いや、やっぱりどうしてもオリンピックの話題になりますね、盛り上がります。卓球女子の団体戦を見ながらライブ配信に参加してます、ありがとうございます。日本は 0-2 でね、劣勢ですが最後まで頑張れと。そうなんですよ、やっぱり中国の牙城はやっぱり高いですよね。でもね、まあ一頃よりもぐっとこう縮まってきて、もしかしたらみたいなところもあると思いますけど、最近やっぱり中国のやっぱり強さ、卓球でもね、どうしても感じますね。いろいろね、正尾綾隆さんとか、いろいろね、そして、ブルーベターさん、この僕の YouTube ですかね、東京銀座ゴルフ女子の動画を見ました。みんな若くて綺麗ですね。
ラウンド動画もできるといいですね。あ、必ずラウンド動画の方も作ろうというふうに思っております。はい、これハッピーさん、ハッピーさん、主人が石田さんのお人柄あふれるライブのファンです。私もチャンネル登録させていただきました。夫婦で応援しております。いや、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。皆さんもぜひあのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。いやいや、あのこれね、でも本当にそういうこう励ましですけど、お互いにそういう話をねできるといいですよね。あのオリンピックなんかでも基本的にあのみんなやっぱり当然ですけど、それはね、政治家の方々も狙っていたっていうか分かっていたように、いざ始まったらそれは夢中になりますよ。あの素晴らしいそのアスリートのねこう努力とか、まあ4年間の努力だけど、その前から言ったら8年も12年も頑張ってる人、やっぱりねストーリーがあってね、あのソフトボールの上野さんとかね、一時期はもう引退とかいろいろ、まあそういう、そう人からは見えないけれども、まあどん底みたいなところもあって、でよくこれ昔の話で言いますと、バルセロナの時はバルセロナオリンピック1992年の時は、有森裕子さんはまあ2位でした。でもその次のアトランタの時は3位に入ったけど、でも今自分で自分を初めて褒めたいと思いますっていうぐらい、もうね、もうどん底まで行って走れなくなった、そういう人がまた国際舞台に戻ってきて、そのオリンピックに出るだけでもすごいけど3位になっちゃう。で走るのっていうのはほらもう世界中やるじゃないですか、ね、早く走る、だからそれが 100m だろうとマラソンだろうと、そういうところでね世界で3位とかになるのはやっぱすごいことだ。まあそこにはいろんな人には言えない、もう本当に苦しい状況があったと思います。まあそんな感じでそしてですね、まさみこれまあ W さんですから、この頃芸能人の離婚が多いですね。純ちゃんは大丈夫かなっていうけども、まあ大丈夫だと思いますけどね。まあこればっかりはその人の気持ちまでは支配できない、いつも僕らも思うんですけど、やっぱり過去と人は変えられないんです。だから自分とね未来を変えるっていうことはできるじゃないですか。だからそこにまあいわゆる傾注していくというか、そこにまあ神経をね、まあやって、まあ自分の全勢力をかけていこうと。だから過去をいくら変えようと思ったって、それはね過去を改ざんすることはね最近いろいろねここ何年かありましたけど、改ざんはダメです。やっぱり変えちゃいけないですけども、でも過去を変えるよりも未来をちゃんとよく変えていこうというふうに思っております。学生時代に、あれ西川さん女性の、まあ、いじめに、まあ、やられ、まあ、トラウマになりました。石田純一さん女性の接し方教えてください、よろしくお願いしますと。いや接し方があるかどうか分かりません、その人の個性でいいと思うんですけども、でもなんていうかな、まあ、女性は基本強いです。そして、まあ、ある意味こう冷たいというか、男って甘いですよね。あいつ本当しょうがねえんだよな、でもなんかかわいそうだからずっと友達続けてるみたいな、全員がもういわゆる村八分にしたいようなやつでもまあなんとか付き合っていっちゃうのが男だったりするけど、女性はねスパーンってこう切ったりするところが、まあよく言えば潔い、悪く言えばまあまあいいや、悪く言わなくていいですけどね。まあ女性の接し方は僕は、基本やっぱり女性の方がこう鋭いっていうかすごい優秀だっていう、まあそもそもがですよ、あの人間っていうことは女性がまあ主だったわけです。女性が主で、男はこれね中島みゆきさんにまあ立てつくわけではありませんが、こう生物学的にはこれこう事実ですよ。縦の糸が女なんです。普通女が女を産んで女が女を産んでたっていうのが生物学的にあって、それをそれだけだと、まあ、いわゆるこういうパンデミックとか、いわゆる、なんていうかな、そういう、まあ、病気とかに弱いから、あの男がその横の糸になったわけですよ。あの歌とちょうど反対になるんですけど、横の糸ってことはいろいろ それぞれのこう縦のいわゆる人間というものはメスだった、メスしかいなかったんです最初ね。で、まあ、そんなことをいろいろ書いてある本は多いです。
福岡伸一先生の、まあ、動的平衡はちょっと難しいかもしれないけど、例えば生物と無生物の間とかそういう本があって、無生物は何だと思います？今流行りのウイルスなんですよ。だからあれは生物じゃないんですよ。すごいでしょ。しかもナノの世界ですよ。1メートルの10億分の1、わかんないですよね。もうこんな1ミリの、だからなんだろう、1000分の1のまた100分の1だから、まあそんな感じですね。1ミリのね、それがあのウイルスの大きさです。だから本当はマスクなんてちょっとパンパカもうフリーで、あのマスクの間ぐらいは通れちゃうんで、それを言うとまたね、いろいろ反響がすごいのが来ちゃうから、あの無駄とは言いませんけど、まあ、マスク自体に関してはあのウイルスはバンバン通ってます。はい、ということで、あ、レモンさんこんばんは、お久しぶりで嬉しいです、ありがとうございます。さあ、女性の接し方は、まあ、そう、正直俺もわからないです。道半ば、ね、おそらくあと10年ぐらいしたら、8割ぐらい分かってくるんじゃないかと思います。ブルーベターさん、あとスーパーで買える1000円台の激うまワインの動画を見ました。今度買って飲んでみます。ワイン大好きなので、ということ、これ本当にうまいです。だから成城石井で言えばですね、あの本当にこうバイヤーさんが素晴らしいでね、もちろんチリ産とか、まあいろいろそのアルゼンチン産とかもいっぱいあるので、基本あの割安です。ただまああのワインに限って言えば、まあフランス産だったんで2000円以下でこんなにうまいのがあるっていうのはちょっと僕も驚きなんで、やっぱり1000円台でね、あんだけうまい、だからいっぱい飲めるじゃないですか。それはワインははっきり言ってその値段に比例するんですけども、でも安くても美味しい、まあ1万円の味がする1000円台のワインということですね。はい、ではでは、あと、あの、とつきさんね、はい、とつきさんが、暑い中ご苦労様です。いや、ここは暖かくないんですけど、熱中症、とときさんだ、間違えた、ととキさん、暑い中ご苦労様です。熱中症、週末は台風に気をつけてください。あ、熱中症も気をつけます。夏バテには冷凍梅干しおすすめです。ぜひ皆さんも試してください。いい、まあ情報ありがとうございます。冷凍なんですかね、ととキさん、本当お久しぶりにありがとうございます。冷凍梅干し、あ、まあ、あの梅干しをこう冷たくして、あ、でもあの酸っぱさがこう感じる、でもね、大体あの塩分が足りなくなるんですよ、本当に。だからこれね、水もね、僕は知ってる限り、なんかすごいいい水をやっぱり、飲んでると、これいくつかあります。あの、まあ普通にこう製品的に素晴らしい、すごく、まあ、お水もね最近増えておりますけれども、中でもっていうやつでいうと、ミネラル、まあ海油、なんていうんですかね、海洋深層水とか、やっぱりすごくいい感じはしますし、はい、ぜひ皆さん自分に合う、例えば夏のこの時期に汗かいて、それでもなおかつミネラルとか補給がちゃんとできる、体に合ったさっきワインの話だったんだけど、これはお水の話です。お水もね、いろいろ試してみてください。全然違いますよ。僕は、土日とかは必ず子供の野球とかに今ね、あのコーチとして行って、もう一日中汗かいてるけど、やっぱりこうちょっともうフラフラになる時実際あります。ちょっと危ねえなみたいな。でもそういう時、その水だったら助かったりとか、そういうのもありますんで、ぜひいろいろ試してみてください。そしてこの冷凍梅干しね、ととキさん、ありがとうございます。そして西川修司さん、あ、石田純一さんのアドバイス参考にして頑張りますって言うんですけど、いや、これね、ごめんなさい、参考になるかは分かんないです、あの程度で。だけど、女性っていうのは、いや、やっぱりある程度完全な形で、男というのはその完全でないくて生まれてきてどうしようもないんだけど、それでそれを獲得していく人生だと思ってください。だから基本的に女子には逆らわないですけども、別に優しくしてるとかそういうんじゃなくて、まあある程度諦めてるわけでもなくて、でもある程度そこを理解していく方が問題はないかなと。だけど、自分の、まあ
一番重要なのは自分がどれだけ獲得してね、まあ、簡単に言うといい男になっていくかという、そういう勝負がこの人生なのではないかと思います。それではやっとコロナワクチン8月23日に打てるようになりました。西川さんおめでとうございます。まあこれでも西川さんはいわゆる高齢者じゃないから、これなんていうんですかね、まあ早い方だと思います。だから実際2回打って、そして11月ぐらいにもう1回打つと、いわゆる変異株が今東京でも変異株、つまりまあデルタ株ね、まああまりインドって言っちゃうといけないけども、デルタ株がまあ変異したデルタ株なんですけども、これはかなり厳しく感染状況を今世界中でこう押し上げてる、それが、デルタ株です。だから、2回打って、そして11月ぐらいですけど3回目打ったりすると、あるいは年末ぐらいに3度目を打つとなると強いですよね。で高齢者の方は、5月6月とか6月7月に1回2回目打ってるから、どうぞ本当に10月とか11月ぐらいの秋晩秋あたりですね、秋口で冬になる前に打つとすごくいいらしいです。もうめちゃめちゃ、ちょっと待って、魚さんありがとうございます。こんばんは。どうしたら石田純一さんみたいに穏やかな性格になりますか？穏やかではないと思います。口も悪いしっていうふうにいつも奥さんにも言われますけども、はい。穏やかっていうよりも、まあ怒っても物事がこう改善しない。ね。なんか良くなるんだったら怒ってもいいけど、あるいはその何か魂胆があってね、こっちが怒る、例えば教育的にってね、そういうんだったら、まあ怒ったふりをしても別にいいんですけど、本当に頭くることなんかそんなにないです。だから自分のプライドとかなんかこうカチンとくるっていうのを、その感情とかでぶつけると相手には何も響かないですからね。ただこいつ怒ってるとか怒りっぽいとか思われるだけなんで。それと一つだけ、さっきの男女の話になりますけど、まあ男はまあそうは言ってもいろいろ論理的な部分があります。どっちかっていうとロゴスです、ギリシャ語で言うと。だけどまあパトス、そのいわゆる論理的っていうのと、そのまあ情緒的というかね、感情的な方は、まあ、女性だと言われています、もともとね。だけどこれだけは覚えておいてください。男と女が喧嘩します。男がお前これこれこうだから、お前に言ったのはそれはダメで、これこれこうだろって言ったら、相手は論理が聞いてなくて、何この男の表情、こんな最低、何偉そうにこの勝ち誇ったような顔って、そこしか覚えてないそうなので、それをまあぜひ参考にしてみてください。さあライオンズウィークさんも、お9月9日に1回目のワクチンを打ちます。随分先の決まったんですね。でもおめでとうございます。まあ打った方がいいです、本当に。これはね、絶対メリットの方がデメリット、いろいろ言われてますけど、その、まあ、副作用ね、副反応とか言われてますけども、それはメリットはやっぱり多いので、ぜひ打った方がいいと思います。さあインペリアル社内動画確認用チャンネルさん、僕は創業社長なんですが、そうなんですよね。今の親の後を継いだだけの才覚のない人が世襲社長で多いですが、不公平だと思いませんか？いや、僕はね、人に、まあ、公平とは思いません。だから全員がね平等なんてことはないんですよ。まあチャンス、機会で言うとそれは平等じゃないです。だから社長に生まれた人と、まあ、めちゃめちゃ貧乏な家庭で育った人だけど、まあ逆転するチャンスはいくらでもあるよと。例えば心持ちでね、非常に人気があるように、あの人素敵だなとか思われるように、あるいは爽やかだったりとか、すごく正直だったり、そういう人は信用されるし、創業社長の、ね、お金はいっぱい持ってても、まあ、嫌われるような、しかもインチキ野郎っていうか、ボケナスみたいなっているかもしれないじゃないですか。まあ、そういう方だとしたら人からは尊敬されない、やっぱり寂しい人生になっちゃうのかなと。お金だけはあっても、でそのお金も永遠ではないので、だからそういうことで言うと、あるいはもっと言い方をすると、お金がいっぱいあって広い土地に住んでても、まあまあ苦労がね、いっぱい苦労の種がありますよ。
そういった意味で人から見たら羨ましいけど、羨ましい人はやっぱりそこでのなんかいろんな、うん、まあ欠点じゃないけども辛いところもあるんじゃないかなって僕は思いますけどね。はい、さあそれでは、不公平っていう感じはつまり覚えていませんけれども、あ、そう、ブルーベタさんはやっぱり詳しいですね。東京の感染者数が5000人を超えて心配ですねワクチン打つしかないんでしょうが予約がなかなかできないんです。そうですよね。だから何か方法でお友達でやっぱりその職域っていうんですか、そういう、いろいろ職業的にどうぞ、あるいは会社的にどうぞって言ってワクチンが来てるところもいっぱいあるので、そういうところ当たってみんなに聞いてみたら意外と余ってるよみたいなねことになるかもしれません。いろいろまあ大変ですけども探してみてください。でも僕はもう、去年の今頃ぐらいからね、まあ言ってはいるんですけど、つまり感染症に一番苦労した国、つまり、感染症で一番まあちょっと言い方悪いですけども、あの経験してきた国が、まあ、イギリスだと思うんですけども、そのイギリスっていう、まあ、世界のその感染症学のもうトップのもう最高の頭脳がイギリスに多いんですが、彼らはずっとこの、まあ、新型コロナのこのパンデミックは、なんていうかな、つまり、まあ、集団免疫を獲得しないと終わらない、つまり、全人口の例えば 70% が、まあ、ある意味抗体を持ったりかかってたり、その、まあ、もちろんワクチンを打ったり、そういうふうにならないと終わらないっていうことで、まあ、個人的にあんまりもうね抑えるのは逆に、まあ、それは初期の頃で、抑え込めたはずなんですけど、そこはね今やこう、もうだけどでももっと違う変異していろいろ来ちゃってますから一概には言えないですけども、まあでも結局ねどうしたらいいっていうんじゃなくて集団免疫を獲得するまでこれは続いてしまうというふうに思った方がいいんじゃないかなと思います。あ西川修司さん、石田さんとまた有楽舎店長さんとコラボ動画やってほしいです。いやいやすみません本当にありがとうございます。お、つまり日本対中国、これさっきも言ってましたけどブルーベターさん、女子団体戦卓球ですね、日本対中国第3試合もゲームカウント 0-2 で追い込まれてしまいました。あ、そうか、平野美宇ちゃん頑張れ。そうですね、いろいろみんなあったんだから、ここでその今までの思いをぶつけて、でも強いものが勝ちますよねやっぱり。西川修司さん、僕は障害者です、石田純一さんの生配信見ると落ち着きます。いや本当にね、あのかける言葉はちょっとそれはどういう状況でねっていうのはちょっとわからないんですけれども、あの僕はとにかくあの絶対不可能なことはまあないとは言いません。世界一の大金持ちになることは今からでは僕らでも無理です。でも世界一いい人になったらなれるかもしれない。ちょっとね曖昧になりますけどね、世界一優しい人になるとかそういうのだったらどうですかね。別に同じぐらい価値あると思いますけど、すごくこのお金がある人と、だけどまあ普通で言うと社会の評価はね、数字とかでお金すごい、年商2000億の会社の社長ですって言うとははってなりますけども、別に2000億稼がなくても素敵な人にはなれるし、すごくみんなに好かれるっていうことはできるし、だからそれはどういうところで、まあ、恋愛でもそうだけど、まあ、仕事でもそうだけど、まあ人付き合いの中でそういうことはなれるとは僕は思いますんで、そっちを目指したらね大丈夫なんではないかと思います。ただ幸せっていう感覚っていうのはいくつかメカニズムがあって、これも前もちょっと言いましたけど、その例えばオキシトシンみたいなね、そういうこういわゆるその愛情ホルモンみたいで満たされて幸せの感じるとかでも、まあだから3つあるっていう言い方あれですけども、それが例えば身体的健康的な幸せっていうのもありますし、そして最終的にはそのいわゆる競争みたいなね、
アドレナリンみたいな、そっちの方の競争の原理で、まあ、勝って幸せ、まあ、さっき言ったその数字とかもついてきて幸せとか、何百人の、まあ、従業員がいるから幸せっていうわけじゃなくて、逆に大変かもしれないけれども、まあ、でもすごいなっていう部分はあります。でも何が幸せかっていうのは、最終的には自分が幸せだって感じればいいんですよ。人から感じなさい、幸せ、あなたは幸せですよ、幸せって感じなくちゃいけないですよって、そう言われたって自分が感じなければ幸せじゃないんで、そこがまあ肝かなっていうふうに僕は思います。さあ、すごい、やっぱりね、皆さん昨日も見た方多いと思うんですけど、ブルーベタさん、レスリング女子の河合、これお姉ちゃんが金メダル、だから連覇ということになりますよね。で、だから姉妹で金、すごいですよね。こういうことも、まあとにかく、まあでも兄弟で、安倍一二三さんとね、まあ柔道でもありました。で、まあでもこれは何とも言えないですけども、僕らは思うんですけども、まあ別に金メダルは取らなくても、オリンピック出られなくても、このやっぱり自分たち兄弟はすごいっていうかね、そんな風に思えたら幸せだなというふうに、さっきの幸せで言うとね、思います。あ、古巣銀河さん、こんばんは、こんばんは、本当にゆっくりしててください。ということで、今、まあ、ある程度ですね、もう世間、まあオリンピック一色とは言いませんけども、コロナとオリンピックというか、まあどうしても今回のね、オリンピック、こんなんだったら去年やればよかったのにぐらいの感じですよね。感染者数だって全然少ないし、まあでもあの時点でやってたら、あそこでもっと広がってたかもしれない、まあ分かりません。特に今回のパンデミックにまずなるかならないかっていうところの、まあ、判断も間違えていたと思うんですが、これはね、未知の新型ウイルスだったので。でもこれ中国のそのウーハン武漢研究所では、まあ、9年ぐらいずっと研究したっていうのは、実はもうコンピューターの解析なんかでも出てきてますんで、だからそこで何らかの漏れっていうのかな、なんかそういうのがあってね、今こうなってしまった。だけどまずそのまあ言ってみれば2000いわゆる19年のまあ冬ですよ、そこのところの管理とか、あるいはその時にもっと早くそのいわゆるその DNA とか RNA、まあ、その配列とか、そういう情報を中国がね、まあ、隠さないでこう出せばよかった、もうちょっと早かった。つまりワクチンなんてのはそれでやりますからね、すごいですよね、それで作っちゃうんですから。まあ治験も十分じゃないとかいう説もあるけど、まあ今が治験なのかみたいな、人体実験かみたいな、まあ、それはちょっと都市伝説に近くて、実際はそんなことね、ちゃんと治験はやってますけども、でもまあまあ早く、今回はね許可が出て、でも日本のワクチン行政はもう何か知らないけど本当後手後手で、でもともとほら厚生労働省が外国の製薬会社に厳しい、外資系に厳しいんで、それで向こうだってもうこんちくしょうと思ってる部分もあります。だからそういうことも全部含めて、で今回のそうだ、発注したはずなんだけど来てないんですよって、それは相手にはちゃんとそう届いてないわけですよ。であるいはお金もちょっとこう、送金というんですか、そういうのも遅れたとか、まあ本当後手後手、全てが後手後手で悪い展開になってますけど、まあ今オリンピック開いてみると本当に綺麗なところしか見えてきませんけれども、その準備段階ではもうみんな忘れてると思うんですけども、招致でね、そもそも、まあ組織委員会の、まあ、その森さんの前やっぱりなってた方とか、いろんな招致の状況でフランスの検察が何かこう目をつけてみたいな、説明もないままお辞めになったりとか、もういろいろ問題は山積みでしたよね。なぜ、野村さん、万作さんの息子さんだから、野村、ごめんなさい、まあ、いわゆるその佐々木さんに変わったじゃないですか。だからそういうなんかこう分からない、つまり
何かいろんな舞台裏から非常にこううまくいってなかったというか、ゴリゴリに押したり、そしてどんどん固まっていっちゃって、仲良しグループだけがやるから、僕はあの、ね、皆さん頑張ったけれども、あのえっていう、まあ、開会式今までね、なかなかその思考を凝らして感動的で、しかも日本の場合だってだいぶ昔から用意できたのに、あの競技は素晴らしいけども開会式はいまいちだったんですけどね。すいません、あのこれはあのいろいろな問題もあったりして、そういうところから始まって、なんか、まあ、仲良しグループっていうか、ちょっとこう見方が似たようなグループが最後残っちゃって、そこがもうどんどんもうね、女性の姿蔑視みたいな、渡辺直美ちゃんのね、なんか姿形がどったらこったらとか、そういう、昔のいじめがどったらこったらとか、いろいろね、なそのユダヤの、まあ、いろんな問題を、いわゆるそのちょっとね、あった問題をネタにしてたとか、そういうのが分かっちゃったとか、なんかね、もうずっと問題続きで、でもこうやってオリンピックになってみたらね、もうそういうのを忘れさせるぐらい、もう快晴ですよ、本当に。一点の曇りも今はありません。まあ、ただここのところ、これからのオリンピックの問題として、いわゆるその招聘した招致した都市にはあまりメリットがなく、いわゆるこう負のレガシーっていうか、なんかなんていうんですかね、普通で言うとその競技場とかそういう建物ばっかりね、負担になっちゃうみたいな、そんなことが、これからずっとないように言ってほしいなというふうに思います。さあ、やはりそうですね、まあまあいろいろあります。まあちょっとね、これはまたそうですね、あの いろいろあります。あの卓球女子団体戦は中国がやはり金メダル、悔しいけれど中国選手おめでとう。この精神にですね、日本女子はこの悔しさを2024年ね、パリでぶつけましょうということです。ブルーベーターさん、ありがとうございます。さあ、西川さん、石田純一さん、今日の晩ご飯何を食べましたか。まだ食べてないんですよ。僕は餃子食べましたって、いいですね、餃子ちょっと食べたいなと思ってたんですけどもね。本当にこんばんは、よろしくお願いします。尖閣尖閣さん、こんばんは。パンデミック、ネガティブな自分がさらに気がめいってる日々です。そりゃそうなんですよね、尖閣尖閣さん、本当にこんばんは、ありがとうございます。ご意見、やっぱりね、お久しぶりなんですけども、その通りなんです。やっぱりパンデミックでは、その なんていうんですか、いわゆるネガティブじゃない、オプティミスティック、 いわゆる楽観的なね、その希望だとかそういうものはなかなか見えてきませんけど、でも必ずそういうところは出てきます、自分の人生の中でも、そして社会の中でも。それをやっぱり大切にね、持って、そうですね、ははは。小泉修司さん、ありがとうございます。こんばんは。全然関係ない話ですが、石田さんのイメージがベガスベガスになっています。笑い毎日のように看板見てます、よろしくお願いします。本当にね、あのそうですね、あのいろいろお世話になってますけれども、ジル M さん、こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。いつも朝が早いので、僕もそうです。なかなかリアルタイムで参加できなかったのですが、今日は起きていたので遊びに来ました。本若純ちゃんに癒されました。ありがとうございます。いや、よかったです。あのね、本当に、ね、朝が早いとなかなか9時10時ってのもきついかなとは思います。うちなんか8時9時で寝てますからね、あの大体、子供たち。さあ、本当にいろいろありがとうございます。これジル M さん何時ぐらいなんですかね、あのお仕事で早いんですか。うちの場合はあの子供たちが起きてきて、僕が寝てるといきなりドーンってみんなが飛び込んでくるんで、そこでドキッとしてあの起きるんですけどね、まあ子供たちに起こされるとなんか幸せな気分で起きちゃいます。あ、ありがとうございます。日陰さん、こんばんは。こんばんは。焼き鳥食べながら拝見させていただいてます。いいですね、焼き鳥食べながらってことは、これお家ですよね、テイクアウトですかね、やっぱりね、素晴らしい。日陰さん、今日も納屈したですか。はい、そうです。
まあ、納屈したってそんな意味ないんですけどね。でも夏はやっぱり、でも二通りの言い方あるな。あんまり汗かいてね、ねちょねちょしたり、匂うようだとやっぱり靴下履いてた方がいいんですけども。あ、すごい、なかなか、あきらあやさん、お疲れ様です。昨今の政治家についてどのような考えをお持ちでしょうか。あのね、簡単に言うと、昔はもっとね、多様性を許している。前も言いましたけど、田中角栄さんね、僕も大好きな自民党の大政治家、まあ、今大綱なんて言われたぐらい、まあ、いわゆる権力を集中させた。でも、いわゆる東大とか出たんじゃなくて、ね、いわゆる高等小学校というか、学歴もなく、そしてこう、だけど、すごい魅力ある方ですよね。もう語録ではいっぱいありますよ。大蔵大臣になった時、まあ総理大臣じゃなくて、その時に大蔵省の偉いね、東大出たすごい人たちに、何でもやってくれと、君たちが思うようにやってくれと、責任は全部俺が取ると。かっこいいと思いません？そしてデモ隊を見た時にね、いやー、今の若い連中はね、いいじゃないか、骨があってね、まあ女の子のお尻を追っかけてるよりはこういうのはね、頼もしいよと。いうぐらいやっぱりその自分と違う意見とかそういうのに対して非常に応用だった、つまり多様性があった。自民党ってのはそうだったんです。まあまあ、その権力というか、そっちの方もいれば、いわゆるちょっと反権力みたいな気概を持った方がいっぱいいらっしゃった。そして、まあ派閥争いとか権力争いが確かにすごかったけれども、自分たちはその主流派じゃない時は、まあ、だけど、ちゃんとこう自民党がまあ、まっすぐ行くようにね、ちゃんとこういろいろ、まあ、その舵取りをね、上だけじゃなくて周りもしてたんです。今はだけど小選挙区制、これだけ言っておきます。小選挙区制って言って、つまり一つの、ね、昔は中選挙区制で5人当選しますと。だから自民党、まあ当時で言うと社会党1人、民社党1人、あるいは公明党か共産党1人とか、あるいは自民3で社会党1つの公明党1つとか、なんかいろいろね、まあいろんな意見がちゃんと通るようになってたんですけれども、実は今1人だけ小さな選挙区で受かるとなると、まあ基本的にそれは与党が強いですけど、その与党の候補者を選ぶのもやっぱり自民党の、まあ、幹事長ないしは、まあ、いわゆる党の本部というかね、そういうふうに、あるいは政府官邸が選ぶとなると、そこに逆らえないじゃないですか。だからそういう構造がまずいなと。だからみんなもう右向け右になっちゃってるっていうところなんですよね。ちょっと長くなりました。あ、シャウリーさん、こんばんは。いつも応援してます。ありがとうございます。何ですか？何ですか？怖い。西川修司さん、まさか、石田さん、架空請求業者から手紙届いていませんか？もし届いていたら、久保田浩介弁護士さんに相談したり、久保田浩介弁護士さんの動画参考にすると安全です。なるほど。架空請求、怖いですね。まあ、YouTuber 弁護士ですね。久保田さんね。はい、わかりました。何も使ってない架空な請求、ちょっと困りますね。なんかそれゴリゴリ来たらね、なんか怖くなって払っちゃったりとか。まあ、はい。尖閣さん、石田さんにコメントを読んでもらって元気をもらいました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さあ、ブルーウェターさん、すみません、オリンピック中継のコメントばかりで失礼しました。いや、いいんです、いいんです。今それで盛り上がってます。みんな知りたいね。韓国とアメリカどっちに今、まあちょっとアメリカが勝ってましたけど。さあ、質問です。なかなか寝つけない時ってありますか？そんな時はどうやってます？早く寝つくコツとかありますか？あまり寝つけない時ってないんです。なぜなら朝が早くて、まあ夜が比較的遅いということで、いつも眠いです。なのでもう寝る時ね、変な話、寝る時はスパンって寝ちゃうんですけど、逆にもっとね、ああ、こうまどろむような、
これから寝ちゃうんだなっていう、この一番何か天使が降りてくるような、その時間を楽しみたいなというふうに個人的には思ってます。はい。だけど、もし寝つけない時はね、軽くですよ。こう熱いお湯とか入っちゃうとダメです。で、きついお酒もダメです。つまりやっぱりこう体が活性化しすぎて、いわゆる、まあよく言う、なんて言うんですかね、ちょっと今言葉忘れましたけど、非常に交感神経が、優位になっちゃうということなので、交感神経優位になると戦いとか何かこう目が覚めちゃうとか、そっちの方になるので、副交感神経、つまりゆったりしただらっとしたお湯に入る、あるいはのんびりと音楽を聴く、そこに今ちょっとだけアルコールがあったっていいじゃないですか。もうガンガン飲んだ人はもうそれ以上飲まなくていいですけど、まあ、そんなことがあると、よかったと思うんですけれどもね。小泉、まーちゃん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。そして日陰さん、ありがとうございます。サンダル歩きも気持ちいいですよね。サンダル OK ですよね。今、女の子なんかもサンダル多い。ただ男はサンダルなかなか難しいのは、変になんか、ドレスダウンっていうか、なんかもう下駄みたいになっちゃってるような感じとか、あるいはちょっとこう、なんていうんですか、チャラ男みたいに見えたりとか。僕はなるだけサンダルにしたらもう離れなくなっちゃうんで、まあ、短パンにしたら短パン、ずっとね、長ズボンより短パンがいいってことになっちゃいますもんね。そこはちょっと難しいかなと思います。小泉修二さん、どうも。石田さんは大変お若いですが、そんなことないですよ。若さの秘訣を教えてください。まあ、だから、一に運動。まあ、つまり、動かすことですね。頭も動かす。体も動かす。そして心も動かす。この3つはね、絶対大切です。まあ、詳しいいろんな秘訣はいくつかありますんですが、まあ、動画も出しているので、ぜひご視聴いただけるとお分かりになると思いますけども、今すごいのを準備してます。これはね、アメリカで、つまり、まあ、サーチュイン遺伝子、つまり、なんだ、長寿遺伝子、サーチュイン遺伝子っていう、これを、まあ、発見したというか、名付けた方の本なんですけども、もう世界でも、まあ、有数のいわゆるアンチエイジングというか、まあ、これがいいかどうかは分かりません。僕は基本的にはウェルエイジング、アンチ、つまりエイジング、年取っていくのをこう、あがなう、逆らうんじゃなくて、それはもういいじゃないかと。ただウェルエイジング、つまりよく年取っていこうという感じが自分のテーマなんですけれども、その本ではちょっとすごいことが書いてあったりします。これを、まあ、今度、動画なんかでこう配信しますので、これはすごいですよ。もう目から鱗っていうか、これはだけど世界一の学者が言ってるんだから、あれですね、参考にされるといいですね。これは撮影楽しみなんですよ。もうその本ないしは、そのいろんな、その方の、ご意見、いろんな論文とかも足してお届けしますので、よろしくお願いします。参考にしてみてください。でも、まあ、運動は絶対した方がいい。それから食べ物もね、基本はもう早いこと言っちゃうと、野菜を多めにね、それも旬の野菜、まあ、食べ物全体的に旬がいいんですよ、やっぱりね。そこは間違いないと思います。日陰さん、山手線でサンダル歩きの人、サンダル歩きの人よく見ますって言うんですけど、まあ、山手線、洒落てんのかな、洒落てないのかな、よくわかんないですけど。まーちゃん、こんばんは。こんばんは。さっき言いましたけどもね。クルス銀河さん、今、塩野義製薬が国内ワクチンを年内に最終治験目指しているらしく、そうですね。そして、まあ、治療薬もやってらっしゃるそうですけども、国は治療薬をどれくらいの期間で、そうですね。そして、塩野義製薬がコロナ治療薬の治験を開始したらしいのですが、その通りです。今回、国は治療薬をどれくらいの期間で許可を出すと思われますか？いや、これはやっぱり、諸外国との、まあ、もちろん、様子を見ながらっていうところあるでしょうけど、僕はね、これは、年内は無理だと思うんですけれども、
年明けて、いけるかなというふうに思ってます。まあ何とも言えないですけども、僕はモデルナという会社がですね、まあこれねできて10年多分ちょっとぐらいだと思うんですね。いわゆるベンチャー企業です。で画期的ないろんな治療薬やワクチンを出すたんびにすごい新しいんですよ、研究が。で出すたんびにいわゆる、まあ、今で言うとまあライバル会社ですけども、そのイギリスの製薬大手の、ね、製薬会社とかが大量の、まあ、お金というか、そこを応援したという、だから、まあ、ファイザー、モデルナはこれアメリカですけど、モデルナファイザーはだから大手製薬会社ですけど、モデルナはかなりその、まあ、ベンチャー企業ということで、まあ、頑張ってるなということは感じますね。だけどすごいんですよ、これから、まあ、あんまり言うとあれですけど、心臓発作に関しての薬とか、先ほどちょっと言いましたがんのまあ、に効くというか、そういう治療薬、まあ、ワクチンというかいろんなものをとにかく、モデルナが今進んでやってるということで、まもなくもうがんが治ってしまうというかね、そういうふうになってるそうです。はい、ブルーベタさんすいません、エンジェルが降りてくる時間、そうですね、例えがメルヘンチックでは面白いですね、ありがとうございます。うちではリコに、はい、奥さんにですね、あなたの方がとにかくそのなんていうんですかね、その今言ったロマンチックというかメルヘンチックというか、はい、まあそういうなんつってんのかな、いわゆる、まあ、男前は向こうの方が男前なのかなって俺もまあ思うんですけど、はい、あ純子柴田さん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりにお邪魔します。いえ、よくお越しくださいました。本当にゆっくりしててください。ありがとうございます。あ、なんかね、西川修司さんが、はい。お笑い芸人の陣内智則さんが体調を崩し、休んでいます。みんな大変ですね、やっぱりね。今多いですよね、そのメンタルヘルス的に、いろいろ大変な、みんな大変なんですよ。そしてなんか別のなんか要因があるかもしれない。そういった意味ではその大変、まあよくね、まあなんていうんですかね、よくなられて回復されてね、頑張るように。だけどあんまり無理しすぎて、僕ね頑張ってくださいって本当に言いたくないんですよ。お疲れ様と頑張ってください言いたくない。みんな頑張ってるんです。まあ頑張ってない人もいるかもしれないけど、いやそんなに頑張る必要はないよというところはすごくあります。はい、そして、お疲れ様、例えばゴルフ終わった後お疲れ様ですって、まあ挨拶なんでしょうけど、誰も疲れてませんっていうか、まあすごくいっぱい打っちゃった人もいると思うんだけど、いやそうじゃなくて楽しみましたかっていうふうに言いたいですね、実は声かけとしては。はい、まあ挨拶の一つなんですけれども、分かってますけれども、あ、お、あきらあやさん、先ほどは、あ、米返しありがとうございました。コメント返しですね。ありがとうございます。そして、純子柴田さん、そうなんです。ワクチン、ま、2回打たれましたか ?2 回打ったとしたら副反応出ましたかっていうんですけども、もちろん、副反応ほとんど出なかったです。まあいろいろ心配してました。つまりなんか免疫力の強い人は逆に2度目がすごく出ちゃうと、例えば若い人、それから強いこうね男子、ね、鈴木誠也選手とか、まあ、全日本で、まあ、4番打ってますけど、広島カープ、まあ、全日本の4番ですわ。その人とかもすごくこの、まあ、いわゆる2回目とかにやられて試合をねなんかちょっとこう欠場されたりしましたけども、でもねちょっとそもそも若いと免疫力があるとそのいっぱい強いのが出るの分かるんですけども、まず言いたいのはね、100キロのラグビー部のね185センチ100キロのこのフォワードの人といいですか、女性が本当に何て言うんですか、45キロぐらいのね方、お痩せになってて、そういう人が同じ量を打つんだから、これちょっとねどうなんだろうみたいな感じになります。やっぱりちょっとそこは
若い女性がやっぱり少しね、アストラゼネカ製なんかのはちょっと評判になってましたよね。若い女の子にちょっとこう免疫というか、その何だろう、そのまあ反応が、まあ副反応ですよ、そういうのが出ちゃいますということなんですけど、あ、ジル M さんありがとうございます。チャットが来ました。スーパーチャットです。そろそろ眠ります。ほんわかじゅんちゃんにメッセージを読んでいただいたので、今夜は良い夢を見られそうです。ありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。人生で初めてスーパーチャットしました。少額ですが何ですもん、とんでもない、すいません。ささやかな気持ちです。これからもじゅんチャンネル楽しみにしています。おやすみなさいってこと。おやすみなさい、ありがとうございます。お、西川さんからのナイスパ来ました。いろいろね、いろいろ質問をなんかね、答えてくれてありがとうございますって言うんですけど、まあ当たり前ですけど、こちらこそコメントありがとうございます。あ、クルス銀河さんもナイスパです。この時期ですが、クルス銀河さん、これから放映される映画で注目している映画はありますでしょうか。そうですね、まあいくつかありますけども、今の先ほどもね、最近の政治とか政治家についてどう思いますかという質問もありました。いくつか僕もちょっとおすすめのやつもあるんだけど、まあパンケーキを毒味するっていうね、これもちょっとトンチが効いてて面白いかななんて思うんですけれども、まあ、皆さん この見ての反応を逆に知りたいです。よろしくお願いします。あと逆にすごくそれはまあ例えばある、ね、政治家なんですけども、そこを、ちょっとなんていうんですか、まあこう揶揄してるというふうに、まあ、取る方もいますけれども、まあ、それよりも、まあ、一つのドキュメンタリーみたいなつなげて、だから体制反体制とか、そういうことでなく、その政治家のいわゆるこう被害ですよね。政治家ってちょっと大変だなって、そういう風な部分もあったり、でもまあ権力者になったらそれはいろいろね、言われますわっていうことです。さあいろいろ来てますけども、あ、ひかげさんちょっと厳しいご意見ですね。小池百合子は何もしてないですよね。まあもちろんなんかまあしてるんですけれども、このうまいやり方がね、まあ、それだけは言えます。でもまあ、今でもいろんな意味で、ちょっと支持率が高いのはもう大したもんだなと。だからここぞという時に出てくるし、都議選だってもうね、もうなんかある程度ちょっとこう体調崩して、でも最後の2日間出てきて大逆転に貢献するわけですから、その、まあ、一般の意見の体制が実はいろんなアンケートで出てるんですけど、小池さん体調悪いのにすごい大変とか、体調悪いのにみたいな、そういう、こう同情票がいっぱい集まったりして、本当にやり方うまいなというふうに僕は思ったりします。まあ思い起こすと3月24日、去年のね2020年3月24日、まあオリンピックが延期されるっていうところから急に小池さんがやっぱり登場したりして、やっぱりそういうこう木を見るに敏なところ、まあ昔ね、戦国武将だったらやっぱり、それこそ天下を統一してたかもしれないし、でも肝心なところで、まあそれこそいろいろね、まあなんていうんですか、こう仲間っていうんですかね、それをこうまあいろいろ言ったじゃないですか。そういうような一言でやっぱりある天下取りの一番大切なところをちょっとこう、はい、なんかね、しくじった時もありました。さあ、あきらあやさん、先日仲間とみんなの声という政治団体を立ち上げました。衆議院選に挑戦しようと思ってですが、あと残り2分ぐらいになってしまったので、ちょっとまあ読ませていただきますけれども、挑戦しようと思ってますが、応援の弁士お願いできますか。それはもちろん、なんか話を聞いてね、僕らも党派関係なく、まあ、もちろんそれこそまあちょっと今は昔ですけども、まあ、安倍晋三さんや、黒岩さん、神奈川県知事のもう同い年でいろんな会を立ち
あげたり、なんかそういういろんな勉強会なんかをしていたり、そういった意味では応援にも行ったこともあります。はい、もちろんね、はい、小泉さん、石田さんの紳士的な対応憧れます。まあでも政治のね、あれはやっぱりこっち側に賛成したら、まあ半分は敵になるっていう、まあそれも覚悟で、でもいいことを、まあ志があって頑張ろうっていう人にはやっぱ応援したいですから、これは右でも左でも、まあ自分がすごくいいなと思ったら、まあ応援させていただきます。ということで、あ、誰も閉めなくちゃいけないかな、あ、ちゃ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 、あ、よちさん、ありがとうございます。石田さん、こんばんは。神戸に行ったことありますか？コロナが収束したらぜひ遊びに来てくださいっていうことですね。ありがとうございます。行きたい。あ、ライオンズビーキさん、パンケーキを毒味するは見たい映画です。ナレーションの、古立寛治さんでいいんですかね、が素敵ですということですね。あ、いやー、純子柴田さん、これからね、まだまだコロナ、あ、感染人数増えてどうなるんでしょうか、心配です。でもまあ分かってるのは、いつかは収束するんですよ。でもまあそう言っちゃなんですけど、集団免疫を獲得して、まあそれが全人口の、まあ、70%、 昔65とか言われてたんですけど、いわゆる3分の2ですよね。でもまあ 75%、 80% にいったら大丈夫、パンデミック自体は収束に向かう。ただ絶対にこう絶滅するっていうのはほとんどないんですよ。これからもあまりすごく希望的な話じゃないんですけど、これから控えてる、なんていうんですか、パンデミックを起こす可能性がある、まあ、いわゆるウイルスだけで知ってるだけで27種類ぐらいあるっていうふうに、まあ、アメリカなんかでも発表してます、まあ、CDC とかね、感染症、まあこれ、まあ、日本だと国立感染症研究所だけど、まあ、CDC とか、いろいろ言われてますけど、またそんなことも踏まえながら、でもね、オリンピック燃えてます。もうちょっとで次の配信の時もね、生配信の時に、まあ体制は決まってるけども、まあでも本当に素敵なストーリーも多いので、ぜひ皆さんまた応援しましょう。だからちょっと暑さとかコロナとか、まあ忘れちゃいけないけれども、気をつけながら、本当に応援しましょうね。今日も本当にご視聴ありがとうございました。長らくちょっとご無沙汰しましたけど、これから大変楽しいプロジェクトをまたやりますので、その辺も期待しててください。どうも今日はありがとうございました。それじゃあね、バイバイ。